青木茂恵は、江戸時代前期の大名。意味名は、おもこと武器とも言う。摂津国浅田藩二代藩主。官位は、十五位下、甲守。慶長十一年、旗本、青木かな王の長男として、張馬国姫路にて誕生した。慶長十五年、徳川栄康に、初めて拝越する。浅田藩初代藩主、青木和茂には、死死がなく、 正重を養子主として迎えていたが、大阪の陣及び、豊臣氏の滅亡を機に病気を理由に拝着して、現那5年の一重の隠居に伴い、その養子師となって、浅田藩一万国を継いだ。寛永3年、徳川家光の上落に随行し、従法した、と、甲斐守に助任された。寛永4年、飛び地となっていた、伊予国の領地を、摂津都島郡、川辺郡内に移転される。 寛永13年、初めて両国へ帰ることを許された。藩主としては有能で、藩政においては文部を奨励し、民政においても、全政を第一とすることに尽力したため、藩政の基礎が固められた。寛永18年より、京都五室の忍那寺の造営奉行を務め、功績を挙げた。10年に及ぶ京都滞在中、花園の宮を神寺近辺に加遇した縁で、 明神寺の具道禅寺に参禅するようになった。明暦二年、摂津の不問寺で中国より都来した禅寺院元と地遇を得た。万寺二年二月、麻屋山六二部美女を創建し、院元を解散に迎えた。翌年には、第二大十字として、院元の弟子の慶林正規を承知した。漢文三年、摂津川辺軍の多大院最高の武行も務めた。漢文七年には、 万福寺の大遊方殿が造営されたが、この時も、重県は造営奉行を務めている。陰元の招きにより、明暦元年に、木安商統が、中国、明から来日し、漢文5年に、江戸入りした。この木安を解散として、漢文10年に、江戸に、隋清史寺を創建した。漢文12年12月9日、隠居した。重県には女児しか子がなかったため、 無効用紙として、重なりを迎えて、家督を譲った。以上のような縁もあり、重権は仏門に傾倒しており、遠方7年に満腹寺、第二第十字となっていた、木庵の下で出家した。宗名は、葉山先生成という。その後、川辺軍に大覚山方向寺を開き、七動画欄を建立し、解山に木庵を招いた。後には、 自らが、その偽十字となった。天な二年、浅田において死去した。去年77、ありがとうございます。